い、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうね。ナイス。はい、今日の動画なんでしょう。飲食店の名前だけ何の漫画アニメか当てるクイズ。うわー、来た。飲食。今日飲食ですね、はいはい、お店です、うん、はいはい、漫画アニメ出てくるお店の名前だけ何の漫画か当てるというクイズですね、うんうん、うわこれいける？意外とね難しかったですね、うん、こう探すのも大変でしたね、うん、確かにむずそう、あんまなさそうだしね、うん、そうなんですよ、あんまりなくて、うん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 、なのでゆっくりやっていただければと思います。宣言なんだ、こんなこんな宣言あんの。もう一問一問の間すごい開くよ。とりあえず問題に入るまでにまずちょっと何の料理が美味しそうとかそういう話もねしていきたいな。そこもまず最初に、うん、どんな料理が好きとか、中華が中華が好きとか、え、その感じでいくの？いや、そうですね、漫画の話じゃなくて、問題数がちょっと少ない可能性があるので、うん、自分が好きなものから話していくのもな、中華、逆にめっちゃ長くなんない？中華いいよねじゃないの。中華いいよねじゃないのよ。いいのよ、今その作品の中のこの料理美味しそうだよね、うん、とかじゃなくて、そういうことか、じゃなくて、お寿司美味しいよね、中華好きとかでの、寿司焼肉好きとかラーメン好きとかなってくるよ、それなると、うん、そういいの、そんなんで、そういう話じゃなくて、それたら俺秋葉のあの万力さんのあのスパイスラーメン俺めっちゃ好きだよ。そんな美味しいんだ、ね、そこ、いや俺ハマったね、あれパクチー好きはたまらんから、あ、俺それは無理だからな、でパクチー乗せなくても OK だからね、あーなるほどね、ちょっとぜひ気になったから、たびちゃんで前話してるんで、ではいきます。ちょうどいい感じに伸ばしたこちらです。はい、はいはいはい、まあさすがにね、ここって何が名物って感じでしたっけ。まあ基本シーフードじゃない、海鮮のお店か、うん、基本は、まあ、やっぱ海だしね、うん、洋風シーフードみたいなことなのかな、ねえ、何を書けばいいんだっけ、作品名です、作品名ね、はい、え、そのなんか専門料理を書くとか、専門料理を書くのはむずすぎるって、むずすぎるって、この問題ですら結構むずいよ。ねえ、確定で出てるわけじゃないしね、いろいろなところで。作品ね、そんな本当に料理チャンネルじゃん、うん、もうそれ料理チャンネルで、シェフのおすすめ一品書くっていうやつよね。ねえ、ほんと漫画からこの料理に落とし込んでいくタイプの料理人じゃんだから、それそんなやってたら。はい、ケイさん、ワンピース、ワンピース、たかしさん、はい、ワンピース、ワンピース、正解です、はい、はいはいはい、言えばいいよね、いや行ってみたいって本当に思うよね、この辺り、そうやっぱワンピース最初に見たのがクリークのとこだったんで、会場レストランっていうやっぱテンション上がりましたね、なんかそのワードというかね、あれそうだ、まだ実写版全部見た、まだ見てない、あ、でもその辺は行ってるかな、俺はまだかな、うわ、話してことあるからちょっとそれは後であのさ、バラティのところですっげー話してことあるんだけど、まあまあいいか、そのぐらいならいいか。サンジのピラフ、あ、めちゃくちゃうまそうじゃなかった、あー、うまそうだったかも、もう一回見てみ、もう夜見たら俺もダメだ、お腹めっちゃ減っちゃったもん、あのせいで。めっちゃうまい、やっぱ実写版だから、実写版だからそれもちろんリアルじゃん、本物だから、まあそうだね、そうそう、めちゃくちゃ腹減った、あれうまそうすぎて、うまそうすぎるから見てみて、あそこめっちゃうまそうすぎる、確かに専門店でちょっとピラフ食べてみたいですね。いや、そうなの、のさ、はいはいはい、親とかが仕事行ってる時に食べたピラフぐらいしか思い出ないですもんね、ピラフって、ピラフってね、いやー、あれは本当にうまそうだったな、いまだに今一番食いたいもの、俺あの3時のピラフかもしんない、マジで、はい、というわけで実写版みんな見てね。そうね、実写版もう少し盛り上がるとね、嬉しいですよね、ねえ、では行きたいと思います、こちら、はい、はいはい、まあ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 、まあ、この辺はね、作品でね、作品でね、はい、うん、はいはい、料理名じゃないですよ、何屋さんとかじゃなくて、何屋さんじゃないよね。そっち出したらプラス1点とかある？そっち書いたら。ないないない。料理ポイントないでしょ。これはまあ当てれそうだけど。唯一、うん。これは専門店だもんね、はい、多分ね。うん。はい。Kさん。まあ、ナルト。ナルト。ダスさん。はい、ナルト。ナルト。正解です。はい。ラーメン一役ですね。はいはいはい。まあ、ここはいけたな。イルカ先生がおごってくれる店ですね。はいはいはい。ナルト実写も来んのかな、いや、うまいんじゃない、ね、実写実写は日本かね、だどこでやるの、全日本人になっちゃうか、
いやでも海外勢でやるでしょそりゃ、うん、そうかないやだってにねそうかなだって日本でやるとだってやっぱりさ海外の方がお金はあるからやっぱ海外でとはワンピースと違ってやっぱ子供、うんですかね結構ね最初がそこの難しさありそうですよね、はいはいはい、ああなるほどね清志郎くんはさすがにもうもう大人よ清志郎くんいつのイメージで話してんだよ加藤清志郎くん、ね、無理でしょ清志郎くんはもう大人だし神木くんと、うん、神木くん大人よその辺で行きたいよね、うん、なんで日本人で固めんだよでは次こちら、はい、待ってもう分かんないこれやだ分からんわ、はいはい、うわ早っK さんがその速さってことがヒントになるからね結果ね K さんのその速さこれは有名よ知ってれば有名だね有名なんだじゃあこれかはい、はい、では田橋さんはいバンコナンコナン、K さんバンコナンお正解ですよし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 、もう計算ヒントで言ってるからな俺これ探偵事務所の下にある喫茶店ですねはいはい、うん、なそうなんか前そんなこと言ってたなと思ってそこで働いてるでしょあの彼がアムドさんがねそうそうそうそれは覚えてたんだそれは覚えてて、ね、計算ヒントでキングダムっていうかと思った、うん、キングダムねえだろ喫茶ポアロは名前どうしたんだよシャレすぎでしょ中国のその時代にポアロはさシャレすぎだってもっとなんかそんなお茶なんかねコーヒーとか売ってなさそうだもんな、うん、時代的に喫茶店ってなんか、ね、店出てきた記憶ないね、うん、そうなんだそもそも、うんうんね、もうその店とかそういう時代じゃないもんなんかあんまね、うん、そうそう、うん、こんな自由にお店出していい時代じゃなさそうだ、まあ店とかね商人とかいるけどねはいはい、まあね、そっちだよね、うん、そっちだよねだからねなんかこの自由に誰しもが入ってね、うん、っていうお店な感じじゃないよねじゃないんだイメージね、うん、じゃないんだって知らないけど俺も俺全部知ったかでフォローして知ったかフォローしてるからね今そういう時代じゃないんだよまあでもなんか飯屋っぽいところはあったよ名前ないけど、うん、あ名前はないんだでも名前は知らないってか出てきてないだけでそう、はい、名前出てこない作品の方が多いよね、まあ、まあ、看板にちょこっと書いてあることは、うん、あんのかもしれないけど、はいはい、ラーメン一楽みたいにはっきりと出るとか少ないよね、うんうん、では次こちらうーわむずくない何これちょっと待って川村ケイさんはいけるいけるようわー、いけたなんでいけんのマジでちょっと待ってくれなんでいけんのなんでケイさんいけんのケイさんがいけるっていう言葉だよなだから高橋さんいける要素あるっけなあるでしょいける要素ないわ あるよね言ってはいるかなうん言ってはいる河村寿司ってうんうんいや言ってないよ河村寿司って初めて聞いたなんで二人揃ってうんっつってんの、うん、言ってるよ河村寿司ってはどうでは言ってないかもしれないけど、うん、話では出てるはずなんだよな、うん、あこのお寿司屋さんがうんちょっと待ってどういうことそれお寿司の話なんてしたグルメチャンネルだからねグルメチャンネルだった？うん。一回もそんな企画やってないじゃん。どら焼きだけだよそれ。あれ一本やってグルメチャンネルって言ってんの。やばいって常識。グルメチャンネルのハードル低すぎでしょ。あんなのグルメでもなんでもねえんだから。料理チャンネルだからね。うちは料理チャンネルじゃねえよ。ただ調味料かけただけだろもうあれ。タバスコをどら焼きにかけただけなんだから。ちょっと全然わからんわ。うん、まあ行くか。ちょっとダメだ、わからん。はい、ではケイさん。なケイさんじゃない、タガシさん。はい。バン、サザエさん。もうカン。サザエさん。うん、はい、ではケイさん。バン、テニプリ。テニプリ正解は、テニプリです。テニプリ川村寿司はテニプリでしょ。知らない、知らない。何その話してたタカさんの実家は寿司屋って話しませんでしたっけ？したそんな話。だから一回は言ってるんじゃんか。タカさんの家は寿司屋で毎回打ち上げはタカさんの川村寿司でやるんですよ。それ知らないよ。わさび寿司だとか。
いや、してない、してない。してもおかしくないけど、高さの話は毎回、ね、高さは波動球しか知らない。俺、波動球でストレート情熱男でしょ。あー、でも確かあんま知ってはいない。いや、してない、してない。俺、初めて、今、初聞きな気がするんだ。それからなんかちょろっとね、一言言ってたかもしれないけど、そんなに打ち上げが寿司とか言って言ってた、うん、じゃあ、これ500いいねで高さんまとめやるんで。しかも、行きそうだし、500。頑張れば。高さんまとめね。高さみんな好きだと思うんでね、うん、いや好きだよ。みんなそんな好きではないんですけど、多分、うん、あのキャラとしてはなんか、うん、はいはいはい、いじり要素としてはみんな好きって言うんですね、うん、話聞く限りだとすげえいいキャラしてるけどね、うん、そう、でも地味なんですよね、うん、なんかバトルの時だけ目立つんですけどね、うん、そんなに地味なキャラではない、うん、地味な。では次こちら、はい、うわ、なんだっけ、俺これ見たことない。これ俺話したよな、確か見たことある。なんかクイズも出したのかな。うわー、これなんだろうね。わかんない、なんか見たことある、見たことあんな。え、これ読み方は南風。南風、大ヒントよ、大ヒント。見たことあんな。はい、南風って名前のヒント。早っ。え、なんで名前がヒントなの。あ、違ったかな。ううヒントでですね、南風がヒント。どうしてでしょう。どうしてでしょう。こういう歌レミオロメンなかった。あった、君をもっとってやつかな。そうだよね、あれ、そのタイトルだよね。いい曲ですね、レミオロメンの南風。いい曲ね。誰がね、あの時代、僕らの子供の時、レミオロメンが解散するなんてね、思いもしませんでしたよね、うん、本当だよ、高校の時とかね、すごい流行ったからな。全員知ってたもんな、粉雪知らない人いないもんな、同世代で。そうね。え、レミオロメンじゃない、南風っていうさ、合唱曲なかった。え、それ知らない。いい空の下ってやつ、南からってやつ。知らない、知らない。まあ、ほんと今ずっと何の話してんの今。高橋さんの待ってる間を繋いでるんですよ。あ、そうなの、繋いでくれてんのね。いや、でも第一三章しか知らないよ俺。出た、あはなる大地よ、あーね、パス。なんで三章、なんでスマスの方、ね、の方行くんだよ。バスのね。そっち行くんだよ。うん、ちょっと待って、もうわからん、あいだ、もうわからんわ、はい、では高橋さん。はい、サザエさん。いや、じゃあケンさん。いや、これだっけ、バンタッチだ。え、嘘でしょ。正解はタッチです。マジかよ。いや、よぎったんだよ、一回よぎったんだよ。南ちゃんですよ。え、何屋さんこれ。喫茶店、カフェ、喫茶店ですね。喫茶店か。南ちゃんの実家が南風ですね、確か。うわー、俺よぎったよ、よぎったのよ、一回。ただちょっと知らなすぎて、なんかその海のさ、用語じゃん、南風って。なんかその海っていうか、うん、ね、だからそういうことなのかな。サザエさん、そう、サザエさん、サザエさん、そんなひねってこないでしょ、サザエさん。その海の用語で。海にストレート食うでしょ。海の用語じゃないの。南風でね、サザエさんストレートだから。ストレートだね、ストレートなのか。だったら海だよ、多分。喫茶海ね。そうそうそう、海だよね。ストレートだな。ストレートだな、それは。喫茶海鮮とかね。そうそう。いや、なんかやだな、海鮮ってなると。みんなその名前ついてんのに。では次こちら。いや、なんだ。うわー、ちょっとわかんねえな、なんだこれ。チョキパン店。あ、聞いたことない。ないね、聞いたことないね。あ、じゃあむずいかもね。なにこれ、グーチョキパン。まあでもなんとなくこれじゃない、これじゃない。はい、なんでそんななんとなくで出んの。なんとなく出る作品じゃないか。なんとなく出ないだろこれ。え、なんとなく出ないのこれ。何これ、見たことはあるのかな、二人は。でもなんとなくこれじゃない、これじゃない、だからきっとだよ。すごい、なになになんでそんな、なになんでそんな自信あるの。いや、わかんない。いや、わかんない、なんとなくだから。え、グーチョキパン店、うん、パン屋さんだよね、まあきっとね。まあそうですね、うん、え、パーがパンになってる。いってみよう、うん、はい、高橋さん。パーマン。パーマン、はい、うん、Kさん。バン、パーマン。同じかい。安直。残念です。違った、わあ、言ってもいいかもな。ジブリです。じゃあジブリ。ジブリ、ジブリ、いや、わからんわ。いや、わからんな、ジブリ、わからない。じゃあ言っちゃいますよ。あ、言っちゃっていいや、うん、魔女の宅急便です。全くわからん。なんかパン屋さんかなんか働いてるよね、あれ。パン屋さんだっけ。そうよ、はい、キキやった。そうそう、あれパン屋さんか。パン屋さん、グーチョキパン店でしょ、どう考えても。いや、知らん、知らん、厳しい、そんな言われても。ちょっと分かんなかったな。じゃあこれは知ってるかな。
これはでもむずいか。あ、なんか見たことある。え、なこれ。あ、見たことあるぞ。たがしさんの方が詳しいかな。あ、やっぱり。うん、やっぱりっておかしいけど、なんで俺がやっぱりって言ってくるよくわかんないけど、まあ、でもこれじゃない、うん、はい、だからなんで早いの、そんな俺の方が詳しいって言われてんのに、なんで俺より早い。いや見たことあるよ、マジでマジで見たことある。これは結構有名かもね。あ、有名なんだ。他のよりは、まあ、知ってる人は知ってるんじゃない、まあ、じゃあこれじゃない。ちょっと待って、早いってプラネットだけで考えていきそうな、なんか。ピザね、ピザいいよね。ピザ食いたいな。ピザ食いたいね。うん、無性に食いたくなるよね、時折。でも宅配ピザと普通のピザ、うん、やっぱ全然違いません？え、ピザの味、ピッツァ、ピッツァによるよね。ピッツァだったら絶対店の方がうまい。まあ読み方の問題だけど。いや、あの、あれ全然違うじゃん、ピザとピッツァってさ。まあ言いたいことは分かるけど、ね、ピザって名前でも別にピッツァみたいなピザもあるでしょ、言うても。え、あんの？だピザはなんかさ、あのアメリカンじゃん、ピッツァはイタリアンじゃん、まあ、ってことね。そうそうそう、イタリアンの、まあ、両方美味しいよね。両方美味しい。うまいけどな、まあ、宅配が無性に食べたくなる時もあるしね、うん、宅配は基本結構アメリカン系多いよね。アメリカン系だね。あれ無理なのかな、イタリアン系にすんのは。やっぱふっくらとか、そのね、あれなんかちょっと変わっちゃうんじゃない、やっぱ湿度っていうか、その生地が結構 ね、あの、うん、あれだから違うから。あ、そうなんですね、うん、多分ね、うん、そうなんだ。多分ね、詳しいわけじゃないから。もう昨日早速見たばっかだから、俺はもうなんか知らない間になんか上がってんだよ、高橋恥大将みたいな。あれ昨日上がってんのよ。非常に伸びがいいですね。1位だったでしょ。どんなに俺の恥好きなんだ、みんな。圧倒的1位ですね、今のところ。どら焼きより1位だったでしょ。これしかも伸びますからね。びっくりしたよ。佐藤さん、ね、ちゃんと撮影も編集もしてんだもん、だって追加で。ただの俺のまとめ会なかと思ったら、ちゃんとやってんだもん、一人で。あれはびっくりした、マジで。伸ばしに行かなきゃいけないんで、ね。なんかそういうの、まとめ上げるみたいな雰囲気は知ってたけど、あんながっつりやるとは知らなかった、うん、マジびっくりした。笑っちゃう、爆笑しちゃった俺、自分で見てて。恥かいてるからな。恥かいてたね。あんな恥かいてんだね、俺ってね。ちょっと待って、マジ出てこない。見たことあんのに出てこないよ。漫画？漫画？アニメって言った方がいいのかなっていう。漫画ではないんだけど、アニメ。映画。映画？うん、これは大ヒントだね。おいけいさん、それでもブレない？うーん、相当すごいじゃん。いいんじゃない、わかんないけど。うん、ちょっと待ってよ、おいけいさん当たってるぞ、これ多分。違う可能性は全然あるからね。映画？いや、ちょっと出そうで出ないのすげえ悔しいな、これ知ってんだよ、見たことあんだもん。ダメだ、全然出てこないよ。あー、終わった。はい、終わりました。たがしさん、はい、バン、メインブラック。メインブラック、はい、映画って言っても、まあ、アニメ映画なんだけどね。えさすがに漫画アニメなんで。アニメ、えアニメ映画よ。えうわ、ハジポのミン。いらいら、ハジポの人いらないよ。いや、漫画アニメって言ってた？今日漫画アニメって言ってた？漫画アニメだし、さっきも映画、まあ、アニメの映画みたいに言わなかったかな。なんか言ってなかったあれだけど、勝手にジブリが入ってきたから、もう勝手に映画に振り切っちゃってたわ。ジブリもまあアニメですからね。もう消しちゃった、恥ずかしいから。はい、では、はい、K さん、はい、バン、タートルズ。タートルズ、なるほど、ありえそう、ピザ好きだもんな。正解は、うん、トイストーリーでした。トイストーリーか。え、なんでだっけ。あのさ、運転したりさ、トイストーリー2とかで、うん、ピザプラネットのトラック運転したりしてんだよ。あー、バーズとかウッディが結構ね、毎回ピザプラネットは出てくるのよ。あの4のフォーキー、はいはいはい、もうピザプラネットのフォーキーなのよ。あー、なるほど、スプーンなのよとか。 あれ全部ピザプラネットの。あれディズニーでこのお店ない？ディズニーランド。あれってピザプラネットって名前なのかな。ちょっと調べて。宇宙のピザ屋あるよね。そうそうそう、あそこだってさ、ディズニーランド。あそこ好きよ、ピザプラネットだ。だから見たことあったんだ俺。え、ほんとに？ほんと俺、あそこピザプラネットなんだ。ほんとに？ちょっと嘘かもしれない。だいぶでかいよこの知った顔、やばいって。じゃあ今調べて。だいぶやばい。違う、あれ違うぞ、名前違うじゃん。あれ違うぞ、あれ
だいぶやばいぞ。だいぶやばいぞ。全然違ったわ。あのパンギャラクティックピザポートじゃん。全然違った。全然違ったわ。ただここにこの何ここにそのピザプラネットのなんとかが置いてあるっていうのを書いてあったから。全然違うやん。ほらほら。やばいぞ。ギリセーフ。今のアウトだよ。もうアウトだよ。ね。ギリセーフ。ここいいよな。ここ行きてえな。うわ、ここのさカルツォーネめっちゃうまくない？この。あ、わかるわかる。わね、この生地に包まれてる。包みピザだよね。そうそうそう、あれうめんだよ。でディズニーランド行くかちょっと。いやマジで行きたい。いや本当行きたいんだよねディズニー。ディズニー行ってピザプラネットを探す旅やろ。ね。探す旅やろ。どっかにあるから絶対ワードが。俺知ってんだもんピザプラネットってワードほら。知ってん。知ってんだもんじゃねえよ。間違えてたよ今、はい、わ今日やっぱ難しいか、うん、難しいね。俺ちょっとやばいよ、全然当たってないもん俺。これもむずいよじゃあ、はい、こちら、うん、なんだこれ。これ子供系のアニメです。もうここまでヒント言っちゃいます。子供系のアニメ、まあこれで言ってみる。ちょっと待って早いな。もうちょっとね、もう逆わか何にも分かんない時はもう早いから。ケイさんバン島次郎。めっちゃ子供系きたな。ごつくない島次郎にしたら、ちょっとあんま教育系のやつに一服とかあんま入れない方がいいと思うけど。いやだって子供系って言ったじゃん。そうだけど、うん、では高橋さん、はい、ばしんちゃん。しんちゃん、うん、正解はおじゃる丸です。おじゃる丸。子供系ってそういうことか。そう、マスターもいるからね。あー、マスターいるね。確かにおじゃる丸、この人、この人の店よ。キャラおもろいな、この人。茶畑一服だって名前かっこいいですね。茶畑一服さん、まとめるか。いいだろ、まとめなくていいだろ。茶畑一服さん、めっちゃいいキャラしてんじゃん。めっちゃおもろくない？エプロン短くない？もうちょっと下まであった方がいいって、絶対エプロン。好きな人いるかな、茶畑一服さんの。ねえ、いいキャラしてるね。いいキャラしてるな。はい、では次、はい、こちら。うん？なんていうの？せつの食堂。せつの食堂？なんか結構ごつくない？わかんな。ごついですね。食堂っていう響きが結構珍しいよね。レストランじゃないんだ。では、高橋さん。バーン。鬼滅の刃。鬼滅の刃。うん、せつ。Kさん。バン、こちかめ。こちかめ。あーぽいな。正解はトリコです。トリコ、トリコ、トリコ。え、見た目は毒にでもある普通の食堂だが、料理の味はまさしく世界最高級、うん、あのおばあさんがやってるとこ、グルメで10年先まで予約は満杯で、トリコですら予約してから丸4年も経ったと。めっちゃ経ってちゃめっちゃ経つな。10年ってなんだ、10年って。すごいね。でも日本、ね、でも結構あったりするよね、何年先までってね。うん、あるよね。たまにあるじゃん、ああいう3年先のパンとかさ、なんかわかんないけど、ね、あれってどういうことなの？3年先のパンなんてある？ちょっと1回は飲み込んだけど、やっぱ気になっちゃった。3年先のパンってどういうこと？3年先に、3年後か、3年後に届くパンとかさ、うん、あるじゃん、3年待ちのさ、なんかそういうパンとかさ、よくパンなんだ、テレビとかさ。やってない、うん、ほんと16年待ちのパンがある。なんじゃそりゃとかさ、なんかあんじゃん、そういうのとか。16年待ちのパン、それってどういう予約が入ってるってこと？なんか食パンなんだって、うん、鎌倉の食パン屋で1日1個しか作れない、こう、あ、じゃあ1日数個手作りで、人気すぎるから予約入ってるってことじゃない？そういうことでしょ、でも忘れちゃうよね、そんな当たったらね。ねえ、なんだこれ、怖いよね、急に16年後パン届いたら。怖いね。ちょっとこれぐらいだって。なんだろう、パン届いたってなんでしょ。入金は先なのかな、入金は。ああ、どうなんだろう、そうなんじゃ。でも美味しいんでしょうね。ねえ、まあね、そんだけ予約入ってるってことはね。頼んでみようよ。で、17年後さ、届くようにしようよ。うん、いや忘れるって。忘れるって。もうだってちびまる子ちゃんとかそんだって忘れてんだよ、こっちとら。直近でやったことは覚えてないんだから。忘れるよ、そんなにすぐ。絶対忘れるよ。じゃあラスト。はい。こちらです。うわ、むず、何これ。ジュラク台ですね。ジュラク台。中国語クイズが。聞いたことあるはずですよ、お二人。なんか確かに聞いたことあるの、ジュラク台。聞いたことあるよ。これじゃない？ジュラク台やりましたよ、もう二人とも。はい、これだ、じゃあ、じゃあこれだ。ちょ、待ってよ、
なんだジュラ、ジュラか。何が？ジュラ。何か。ジュラってこと？ジュラシックみたいなこと？そうそう、ジュラシックってこと？違います。違った。終わった。終わったわ。糸口が、俺の糸口がなくなった。違います。違います。糸口なくなった。え、なんだ？うわーってなると思うけどな、聞いたら。ケイさん分かってんのかな。記憶が間違ってなければこれでしょ。やった、うん、結構やった。結構やったよ。結構やったよ。こうやってんのか。一本やってるよ。一本呪落台で。あ、じゃあケイさん当たってそうだね。あ、当ってる。いやー、分からん。でも聞いたことはある。一本呪落台関係でやってるっていうことでしょ。うん、呪落台の誰か人だな。だから人でなんかやってんだよな、多分。全然出てこないよ。全然出てこない。呪落台。あ、もう終わったわ。はい、絶対違う。はい、高橋さん。バン。ビーストウォーズ。恐竜ね。ジュラで、ジュラでね。ジュラでね。店出てくんのよ。でも一回やってるし、動画でね。動画でやるね。やってんね、一本。そうそう、やってるでしょ。ほら、一応当てはまってるよ。ほら、一応当てはまってる。ほら、な、もう消しちゃった。ケイさん。はい。バン。コナン。え？やった？正解は、うん、コナンです。あの、アニオリ会です。アニオリ会のレストランの名前は中学台です。それだ、それだわ。やってたわ。あ、天才レストランですね。天才レストランね。あの、うん、激ヤバ会ね。激ヤバ会。コナン、まあ、アニオリですね。コナンのアニオリ、はいはい、うん、超絶コナンビギナーが見てもヤバいと思ったあの会ね。やばいよね。俺が見てもやばかったもんな、あれ。呪落台か。やばいよね。呪落台ですよ。閉店しちゃったレストランですけど。それだわ。それだったわ。好きやった人、高橋さんの水中格闘。いやいやいや。あの時早くもう消そうと思った。早く消したいと思ったもんね、テレビ。何を見せせられてるんだ、これどういうことっていうずっと思ってたもんね。はい、ということで、はい、K さんの勝利かな。めっちゃ正解してたよ、K さん。やったー。俺3個ぐらいしか当たんなかった。苦手だね。全然ダメだったわ。強かったな、K さん。うん、はい、まあ、難しかったですね。まあむずいね、確かにね。うん、はいはいはい、いいですね、はい、またこういう系やりましょう。またこういう系やります、はい。あれ500いったら何でしたっけ。はい、高さまとめですね。この動画でね。この一服さんまとめやらないの。一服さんまとめ。一服は1000だよ、さすがに。さすがに1000。まとめんの大変そうやな、一服さんは。行かないでほしい。1000は行かないでほしい。万が一ちゃん溜まってんのもありそうですよね。ちょっともう一回見直してね。確かにそうだね。やってほしいってやつ結構 あったと思うんで。そうですね。やりましょう。ありそう、うん、はい、祈りやりましょう。うん、はい、はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。みんちゃんとみちゃんも見てください。明日も楽しみ。またね。呪落台思い出したかった。僕たちお願いします。海賊団と申します。